株式会社イルカに、イルカ、イル、イルカ肉の精肉店、株式会社でそんな、設立してないでしょ。してないんですよ。俺の知ってる限りね。需要がないんですよ。何が言いたいから。だからもう、クジラの肉は、クジラじゃないよ。ごめん。イルカの肉はもう、ええかなって。うん。思う。イルカの肉はね。どう？かわいそうやけどな。知性が結構イルカも、クジラも頭いんねん。かわいそうやけどな。そんなんやで、牛もか結構頭いで、牛も。見せようか？ビデオ動画よ。牛と HMD の絡み見せたろか？ねえ。今でよ。北海道の出来事やけどな。ちょっと待ってよ。牛と絡むな。ちょっと待ってよ。違うわ。どうだよ。ファイル。あ、魚じゃないな。らしいな。頭ねえよ。何が言いたいわ。よし、豚も？え、ほんま？パタヤの脳内事故で？パタヤの脳内変換違って？ほんまな？これにあるやつだな。ないな、パタヤン、ごめん。あ、あった。これかな。これ、これ見て。あ、当て、今日頭ええん、これ。寄ってきね。これと寄ってきてるんですよ。ね。な。牛ね。頑張れよ、な。これだ。頑張れよ。最初ね、みんな説明する。最初はね、これ、遠くに行ってたんよ。最初ね。だから俺がこう配信したら来るんよ。何が言いたいかって、賢いんよ。牛もな。牛も賢いんよ。うん。ね。寄ってくんのよ。な。人懐っこいんよ。人懐っこいんよ。だからね、だから頭に言うこと言いたかったけどな。うん。割とな。うん。寄ってきね。これと寄ってきてるんですよ。ね。な。頑張れよ。な。頑張れよ。怒ってない。牛ってそんなんちゃうて。牛ってそんなんちゃうて。ね、マジで。うまなさそうな。うまそうな。じゃあ今、あれ牛乳やから。乳牛っちゅうかな。乳牛よ。ニューヨーク。あ、どんどん怖い。もう小動物だけやな、どんじゃんな。猫とかな。俺結構ね、あんな冒険したんよ、どんちゃん。あんなね、牛とか馬とかでっかいやつね、こう行って、あやしたんよ。そういうあれがあんのよ、どんちゃん。俺。ね。そんなに挑戦したいというあれがあんのよね。触って、なんか、ちょっとね、触りたいとかあるのよね、俺ら。それなの。言うかね、俺ね、猫言うとあれが怖いよ、やっぱりね。俺ね、まあ言うとね、猫とか犬ね、触るの怖いんや。噛まれ、ね、狂犬病怖いんよ。まあ、ドンちゃんの猫やったらあれ、ちゃんと飼い犬ぐらいからそんなことないと思うんやけどね。ね。
パーで道端で猫いてるやろ。触るのうちゃあかん、いつも怖いんよ。猫怒ってガッて噛むやろ。噛んで、もし、なんかその、菌が感染したら怖いからね。それがあるわな、俺ら。ね。それあるわな。うん。ああいう、ね、犬と猫っちはね。うん。兄貴の、熊狩り、感動したやろ？感動したやろな。日本は狂犬病の、あ、もうな、お前、なかなかないと思うけどな。なかなかないと思うから、そうよな、ね。だから、全くないとも言えないでしょ。だからですよ。今は野良犬っていないけど、昔結構いたよ。うちの親、あの、犬好きやからね、野良犬寄ってきたら飼うんよ。うちの親。昔だから、ここでも、ね、犬おったもん。奇襲犬な、奇襲犬、あの、奇襲犬の雑誌おったんよ、昔な。うちの親連れてきた、連れて、うちの親、あの、可愛がってる犬とかおったんよ。な、うん。噛みつかるとこある？じゃあ、小学校の時あるわ。小学校の時。めっちゃめちゃ凶暴な犬よ。うわーって犬おったんよ。捨て犬よ。捨て犬。つながれて、紐につながれてな。捨てられてんのよ。うわーっておったんよ。めっちゃめちゃ凶暴な犬よ。あったん、俺、落ちこってたんよ。上からあれかぶせたんよ。濡れた布、かぶせてあると思うんだよな。いたずらでよ。いたずらでな、その犬にな、この濡れた布団あったん、濡れた布団よ。道端の布団な、ゴミの布団よ。それな、上からバサーってかぶせようと思うんだよ。だからバランス崩してな、上からバランス崩して俺落ちたんよ、バッて落ちたんよ。ほんで犬に噛まれたんガブってな、うん、あったよ。足噛まれたよ、うん。もうすぐ連れて行かれたわ。すぐ連れて行かれた。犬取りな。犬取りに。じゃ俺ちゃう、俺がやったんちゃう。俺が噛まれたからちゃうで。俺が噛まれたから連れて行かれたんちゃうで。もうね、俺噛まれる前から誰か通報してたんよ。誰か通報したからすぐ連れて行かれたわ。犬取りな。あんな犬はもうあれ無理、あの一人夏感じかね。あれはおかしいわ、あの犬。仕事遅くてごめんよ。仕事遅くてごめんよって言ってんのよ。なんか言うことない。お前な、これ2人前だよ、2人前。俺にとって贅沢スープよ。少ないやろ。1袋少ないからね、2袋入れてないよ。2袋。これ胡椒入れてね。うん、俺にしては大奮発よ。おかわりすればいいじゃんって。めんどくさいろ。めんどくさいろ。行ったら来たりすんのよ。でさっきの花火ほとんどだよ、言える？マー君ちとかな。マーって言うとかな。いてる？まだいてる？どう？いてる？あれ聞こうなと思ってた。俺の配信テクニックどうかなと思ってた。大手と比べてどうなんかなって、ちょっと評価聞こうかなと思ってた。やればできるやろ、俺も。それ聞きたかったんよ。あかん。バッチグーは？普通こんなこと言わんで俺な。花火掘ってもうたり、いつまでもつきまとわんもん。わかる？花火掘ってもうたりとつきまとわんやろ。俺、今までこんなこと、俺、配信上だけやろ。おはよう、いらっしゃい。配信上だけやけどな。な、配信上でも、今も配信上やけどさ。そやろ、すぐ、そこな、ここまで話すことないんよ、俺。なんでかって言ったら、あんまり話あったら嫌がるかなと思うからな。
あんまり利益供与やってもうた人にベタベタひっついたら嫌がる、嫌がられるかなと思ってるわけ、俺の考えでな。わかる？もう言ってないけどな、先の人言ってないから。あのね、2人前からね、2人前からダマできあんようにね、ダマできあんようにこう溶いていくんよ。わかる？お湯、お湯入れながらこう溶くんよ。結構手間かかるのこれな。コロッケ、コロッケ冷たいけど、冷たいコロッケやろ。このコロッケ欲しいんよね。昨日の続き言わんかった？昨日の続き言わんかった？マジシャンみたい。サイドバイサイド直したんやせろ。VR よ。サイドバイサイドっちゅうんやん、それな。ずれてんのな。覚えとけよ、君たち。サイドバイサイドっちゅうんやん、それ直したんやん、ノーマルに。な。俺 VR 見たことないんやん。VR、俺 VR の、あの動画で見たことないんやけどな。な。そんな機能あるやん。プレイヤーに。な。サイドバイサイドとかな。な、あんのよ。それで直したんやん、それ。それじゃないよ、浜田の略、浜田の略でやれよ、あれやん、HMG なの。スープ欲しいな、やっぱな。温まって欲しいわ。誰だ？これ女の子どこやもんな、どんじゃんな。スープってこれ、あの女の子のあの得意料理よ。ね。な。面白いな。あ、そうな。お父さんの。あ、そう。浜ちゃんと親戚ちゃうじゃん。ちゃうよ。声のトーン、まっちゃんに似てない俺。声のトーン、まっちゃんに似てない。ちょっと わざと声高くしたけどな。まあ、基本声高いやん、俺。声のトーン、あれやろ、まっちゃんタイプじゃん、俺。どっちかって言ったらな。だろ？じゃ似てるとしたら、そのタイプでしょって言ってんのよ。ねえ、ねえ、そういうタイプなんだよね。
まっちゃんも、もう、嫁さんいてんのかな。ハマちゃんは昔嫁さんおったな。小川なんちゅうかな。小川智子ちゅうかな。誰だから。小川智子ちゃうわ。昔が嫁さんおったけどな。あ、もう嫁いてんの今。あ、そうなん。